は子どもたちが大好きなお話です。練習では歌や踊りなど楽しく表現することができました。今日は子どもたちのとっても可愛い姿を温かく見守っていただきたいと思います。さて最後は誰に食べられてしまうのでしょうか。あるところにお母さんと子どもが住んでいました。うさぎのお友達を紹介します。うさぎさん、お名前を教えてください。お名前は、はい、はるくんですって言いました。武井はるとくんです。はい、次のお友達、お名前を教えてください。お名前は、はい、小笠原美咲ちゃん。はい、じゃあ2年目に行きました。はい、次のお友達、お名前教えてください。お名前は、あとちゃんです。はい、上手に名前は、さっきからあとはちゃんです。はい、次のお友達、お名前教えてください。Thank you.
続きまして歌ほほほです。お知らせします。リス組の保護者の皆様、帰る準備ができましたのでロビーまでお迎えをお願いいたします。